屋根のリフォーム施工事例、屋根の釘が緩んで雨漏り発生。グリーンパトロール一級建築士のよっちゃんです。グリーンパトロール社長のカリアです。いつもご覧になっていただきありがとうございます。足場がかかって工事真っ最中のお家ですが、今回はどんなお問い合わせがあったんですか？はい、塗装を今している真っ最中の現場で、ベランダの柱にシロアリが入っていることを発見して、それで、修理をご依頼されたお宅のですね、もう外壁とか屋根とか家全体の点検をしてほしいということになってしまいまして、で屋根をちょっとたまたま点検している最中に胸板金のこの釘が随分緩んでいることを発見したんですね。今釘が浮いてますよね。でこの釘が浮いていると台風なんかで強風で屋根がこう飛んでしまって雨漏りになるということになるので、この下地を交換して、また塗装し直すということになりました。屋根の上にかぶせている金物を胸板金と言いますが、この胸板金の先端から釘が飛び出していますよね。はい、約1センチから2センチぐらい釘が飛び出ちゃってるんですね。でこれはぴったり埋まってないと強風の時にこの胸板金が飛んで雨漏りの原因になっちゃうんですね。もうこの写真なんかですと本当に3センチは飛び出ちゃってると。で要するに下地になっている材木が腐ってしまって釘が引かない状況になってます。ですからこう本来こんなめくれたりしないんですけれども、めくれて下地が丸見えの状況になっています。緩んだ釘を締め直すために胸板金を外すところですね。はい、この胸板金の下地にですね、約4メートルぐらいの長い材木が2枚セットで取り付けられているんですけれども、こういう状況ですね。もう雨じみで30年も以上経ってますから、随分材木が湿気ていて、黒い雨じみがいろんなところに見受けられます。ですからもう釘が効かないような状態で腐っている部分が随分間に入っているわけです。でこれを外して新しい下地材木と交換これからするところです。新しい下地がつきましたね。はい、これで新しい下地が取り付いたんですが、屋根のこの曲がってる部分もきれいに加工されて取り付けられています。これから胸板金を取り付けていきます。あのまま釘を締め直さないとどうなってしまいますか？はい、台風などの強風の時に風向きがちょうど胸板金の角度と合うと、胸板金が風をもろ受けて、飛んでしまって、ルーフィングの切れ目から雨水が入って、下のお部屋が結構な雨漏りになってしまいます。だいたい築20年ぐらい経つとコロリアの屋というのはどこのお宅もこうなってきますので、この屋根のメンテナンスとして覚えておいていただいて、外壁塗装の時に一緒に修理することをお勧めします。この後屋根を塗装すれば完成です。ご視聴ありがとうございました。まだまだたくさんの施工事例がありますので、グリーンパトロールのシロアリ対策専用サイトをご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。shiroari-docor.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301 お電話お待ちしております。シロアリ被害に遭われてお困りの方は左上の画像をクリックしてください。他のシロアリ対策成功事例をご覧になりたい方は、右下の動画をクリックしてください。チャンネル登録は左下です。